と思ったつやです。どうですか皆さん、ちょっとずつね元気になってきているかなと思います。今回ですね、何かを乗り越えるときに参考にしてほしい方法の4つのステップをね紹介していこうと思います。でね、こういうふうなまあざっくり見てもらうと分かると思うんだけれども、1スキルを磨く、2実際に使ってみる、3結果を評価してみる、で4が2つに分かれているんだけども、この話をする前に僕のちょっとね昔話をね一つ交えようかなと思います。なんでねこの話するかっていうと、僕が実際こういう風な何かを乗り越える時の方法とかを考える前に、どういう風なことをしてその自分の恐怖感情みたいな、僕はその恐怖感情みたいなものがすごく強かったから、それこそそのパニック障害的なものとか PTSD とかトラウマ的なものを持っていたから、そういう風な自分の恐怖心を乗り越えるために、まずは昔の僕がやっていたことっていうのは直接もうぶつかっていくことだったんだ。こうバーンってね。そうするとね、確かにその行動してぶつかることっていうのは大事だったんだけれども、そのぶつかった衝撃、あまりにも怖すぎる体験とかをしてしまうと続かないんだよね。で続かないと結局その自分が乗り越えたいなと思う壁っていうのを乗り越えられなくなっちゃったりするから、それだとダメだなと思って、じゃあこれをどういうふうにしていけばいいのかなっていうことをいろいろこう調べたり実際に取り組んでみたりしたんだけれども、その中の一つの参考として今日は聞いてほしいと思います。でさっきの話に戻るね、何かを乗り越えるためにはこの4つのステップを踏んでみてくださいっていう話なんだけども、まずスキルを磨く、これは技術を磨くとかいうふうに捉えてもらってもいいんだけれども、これはよく紹介する、まあ僕なんかそうなんだけれども、恐怖感情が強かったからね、その恐怖を抑えるとか乗り越えるためにはどうしたらいいのかっていうと、まあこういうふうなマインドフルネスっていうものがあったりとかね、はたまた運動っていうものがあったりとかね、はたまた自分に優しくなりたいな、自分に厳しすぎるなって思う人はセルフコンパッションっていうのを学んで、その技術っていうのを上げていった方がいいだろうし、はたまた自分は考える癖がね強いんだ、自分を責めてしまうんだっていう人は認知行動療法っていうのを実際に学んでその練習していけばいいと思うし、ね、心を落ち着けたいんだって、ストレスが多いんだっていう人は呼吸について学んでみるとかね、こういうふうな自分が何か乗り越えたいなと思った時に、いろんな技術はいろんな本とかいろんなこう論文とかあるので、動画もあると思うので、それを練習するっていうその行動が大事になりますね。まず一つ目、そういうふうな自分に必要なスキルとか、上達させたいなと思うような技術っていうのを練習するっていうことですね。これとっても大事なことです。で次2番目ですね、実際に使ってみる。これね、そらそうだと思う人が多いと思うんですけれども、実際に使わないとダメなんですよ。僕なんかよくあったのが、あ怖いな、ドキ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 ってこう過緊張になってこう過呼吸になっちゃって、あやばいやばいってなることは多かったです。その時に実際に呼吸法を使ったりとかね、実際にこういう風なマインドフルネスって言われている一つの自分の行動とか感覚に注意を向けるっていうことを実際に使っていかないと、いくらここで技術をね練習したとしても意味がなかったりする。実際にどん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 使っていってください。これはまずはちょっとずつでいいので、ちょっとずつ使うということを習慣化していってほしいと思います。でそうした後に実際に使ってみて、3つ目、その結果っていうのをちょっと分析してみる、ちょっと評価してみるっていうことが大事になりますね。これはない簡単に言えるんだけども、なかなかこういうふうに自分このなんだろうな、実際に恐怖を感じてやばいって思っちゃって、そのためにそれを克服するためにいろんなものを学びました、学んで実際に使ったはいいが全然合わなかったなって思うことはあると思います。はたまた結構良かったな、前よりはちょっと良かったかもって思うこともあると思います。そうしたらそれを続けるのか続けないのか、方法を変えるのかっていうことをね、ここで一旦考えてほしいと思います。はたまた改良した方がいいのか。なのでその後結果を評価した後は1に戻る、またここのスキルを練習して実際に使って分析してみるに戻るのか、このループに入るのか、やり方を変える、いやこれは合わなかったな、よくあるんですよね、呼吸に注意を向けるのがあまり効果なかった、でもね運動っていうのがめちゃくちゃ効果あったなとか、もうそういうふうなこともあります。で、はたまたこういう物理的なものはあまり効果なかったけども、こういうふうなセルフコンパッションとか認知行動療法とかの方が自分の気持ちを落ち着けるためには、ね、自分には効果があったなっていうこともあったりします。なのでとりあえず試してみて、実際に学んでみて、実際に使ってみて、その後に結果をね、自分に合ったのか合ってなかったのか、効果あったのかなかったのか、ただここはねポイントなんだけど、ここはねちょっと時間がかかっちゃう、なので急ぎすぎず、結果を急ぎすぎずにちょっとずつ試していって、その結果
そうだな、1ヶ月2ヶ月3ヶ月ぐらい使ってみて、実際やってみて、あまり効果なかったなと思った時に試してみてほしいと思います。1回だとね、ここのねスキルっていうか、そのやり方があまりうまくなかったり、実際の使い方もそんなに上手じゃなかったり、タイミングが悪かったりとか、その状況に合わせてうまい、なんだろうな、その技術っていうのは引き出せなかったりとかすることもあるから、ここはそんなに結果を急がなくてもいいと思います。で、やり方を、継続するのか、やり方を変えるのか、この4つのステップをね、どん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 と回していって、このサイクルを回していって、自分たちの、乗り越えたい何かっていうものを乗り越えていってほしいと思います。もう一度言いますよ、何かを、自分が何かを乗り越えたいときはスキルを磨く、技術を練習するでもいいよね。はい。で、次、実際に使ってみる。だとっても大事だよね、実際に使うっていうこと。使わないとわからないからね。はい。で、3つ目、結果をちょっと分析してみる、評価してみる、うまくいったかな、いかなかったかな、これでいいかなっていうことを分析してみる。で、また1に戻る、またこれをぐるぐる回すのか、違うやり方でまた新しい技術を学んで行動するのかっていう、この2つのサイクルを実際にやってみてほしいと思います。でね、最後に、ね、とても大事なことを言うんだけども、実際行動しないと何も変えられなかったりするんだよね。それは自分たちがその乗り越えたいなと思っているんだけれども、ちょっと怖いなって思ったりして、なかなかその一歩目だよね、スキルを磨くっていうことに着手できなかったり、取り組めなかったりすることもあると思うんだけれども、そんな自分を責めるとかするのではなく、とりあえずこういった動画とか見ておいて、聞いておいて、そうするとね、そういうふうな情報が頭の片隅にあると、あ、自分が何か取り組もうかなとか、あ、こういうのを改善したいなと思った時に、あ、そういえばああいうこと動画で言ってたな、よし、ちょっと動画、その動画見てみようとか、あ、そういえばあそこの本になんかそれっぽいこと書いてたなっていうふうに、自分の頭の中でこれに使えるんじゃないかなっていうふうに、昔の記憶をこう手繰り寄せて、なんだろうな、その状態に合わせてこれ使えるかもって思えることもあるから、あまりなんだろう、深く考えすぎずに、なんとなくこういった知識を入れておくっていうのも結構大事になったりします。それは皆さんいろいろこう経験があると思います。なんだろうな、そう、例えば自分たちの、なんだろうな、その家具を整理するときに、この入れ物だったらあそこにあったよなとか、そうしたらこれをこういう風に使えるよな、でもどこにあったんだろうっていう風にこう探し始めるのと同じで、こういう場合はこういう風に対処した方がいいよな、でもその方ための方法ってどこにあったっけな、確かあの辺にあったらちょっと探してみようとか、そういう風なことでどんどんと思い出してくれるので、とりあえずね、知識を頭に入れておくっていうことが大事になったりもしますね。でも、とりあえず行動しないと何も始まらないっていうことにはあまり変わりがないので、とりあえず行動してみてほしいと思います。あまり深く考えずにね、完璧を求めずにやってみてほしいと思います。あとは、なんだろうな、その大きな目標を掲げすぎないとか、とりあえず小さく始めてみてほしいと思います。なんだけど、今は行動したくないな、ちょっと今はしんどいな、休みたいなっていう人は、なんとなくこの動画を見ておいて、さっき言った通り頭の片隅にでも入れておいて、そして自分が行動したいなと思った時に、ああ、なんかそういえば動画でこの人はなんか言ってたな、ちょっとリストを見てみようか、不安解決とか、メンタルを回復するにはっていうのがリストにあるから、それを見てみて、実際にそれを取り組んでみて、で、そうだね、僕の動画を使ってスキルを練習して、実際に使ってみて、で、どうだったかっていうことを、これはできるから、無料でできるから、どんどんやっていってほしいんだよね。ただ今しんどいな、休みたいなっていう人は、別に無理にやる必要はなく、やりたいなと思ったタイミングで実際に使ってみてほしいと思います。はい、ってな感じでね、ちょっとね、話が長くなっちゃったんだけれども、何かをね、乗り越える時にはこの4つのステップを踏んで、どんどんと自分たちが乗り越えていってほしいと思います。やりたいことにね、着手するためにどんどんと進んでいってほしいなと思いました。そんな感じで僕の昔話も役に立てばなと思います。ではではね、またお会いしましょう。あまりこう難しく考えずに、大きな目標を掲げすぎずに、それでも自分っていうのを評価ね、自分の評価を小さくしすぎずに、自分の行動を過小評価せずに、どんどんとね、とりあえず進んでみようか、とりあえずやってみようか、とりあえず学んでみようかっていうことから始めてみてくださいね。そしたらちょっとずつ進歩していきます。最後に言わせましたね。そしたらね、最後に自分の挑戦したことの日記見たらね、寝る前に一言いいので書いてみてくださいね、こういうことしましたくらいね、そういったものがまた自分の自信につながったりもしますので、ね、ノート一冊買ってぜひぜひ書いてみてくださいね。そんな感じでまたお会いしましょう。ちょっとずつ良くなると思うので、ちょっとずつ行動してみてください。それではまた。